戻す。ありがとうございます。出ましたマジックミラー号。僕のことを認知してくれてて、で靴下の動画上げてくれましたよねって言ってくれたんですよすごくないですか。こんにちは、たかしです。今日はですね、こちらストックストックスの靴下履いていきたいと思います。出ました、もう最高。今日はですね、この靴下履いていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。こんにちは、たかしです。今日はですね、こちらですね、ソックスソックスの靴下履いていきたいと思います嬉しい、最高、と最高。まあ、僕の動画を前から見てくれてる方はですね、僕がいかにこのソックスソックスが好きかっていうことが分かってると思うんですけど、動画まだ見てない方はですね、ぜひそれを見ていただきたいんですが、渋谷駅でほんとすぐの渋谷マグネットってとこでソックスソックスがですね、ポップアップやってます。で、そのポップアップ会場で初めて発売されたこの靴下買ってきました。なので今日はですね、この靴下を皆さんに見せながらこの愛を語り入っていきたいと思いますので、やっていきたいと思います。ヘラヘラしてるのは、めっちゃ嬉しいことがあったんですよ。それをね、どのタイミングで話すか迷うんですけど、最後に動画と一緒に話したいと思います。じゃあまずはですね、早速もうね、開けていきます。それでは早速この靴下見せていきます。で、今回ね、もうやばいんですよ。 SNS とね、めちゃくちゃチェックしてるんですけど、今回ね、これね、やばくないですか。とりあえずね、白開けていきます。で、このね、ソックスソックスって書いてあるわけなんですが、ちょ、これ取りますね出ましたマジックミラー号。多分かっこいい乗り物の名前だと思うんですけど、このマジックミラー号ってね、めちゃくちゃかっこよく入ってる靴下が今回の目玉というか、もう僕はこれを買いに行ったんですけど、これが今回発売ということで、もう速攻買いました。これやばいね、これマジでやばいまあこっちにも書いてあるわけですよ。これ外すか。こっちと、まあこっちにもがっつり入ってるっていう感じです。地圧ですね、底の部分がね、めちゃくちゃ地圧、タオル地みたいになってるぐらいに、すげえクッション性がある。もうめちゃくちゃパワーアップしてる。毎回なんつうの、つま先っていうのかな、つま先のさ、このリンキングするところにおなじみのこのソックスソックスって入ってるわけなんですけど、まあ、これはもうね、ソソの靴下の、まあ、シグネチャーっていうか、まあ、大体ここにロゴが入ってるんですけど、ここにこれが入ってるっていう感じです。で、一応黒も見たいよね。デザインはね、一緒なんですよ。黒もかっこいいっすね。やばいね、これ見て、このこれかっこよくない？マジで僕カタカナが好きなんですよね。フォーマルな格好にこれ履きたいって思ってる僕は。かっこいい、見てこれ、この映像見て、はい、ほら、ここにソックスソックス。僕ね、興奮しすぎても語彙力ないので、もうさっさと履きます。最初このね、白入ってきます。これね、でね、今日もね、これ履いてるんですよ。これめっちゃ可愛くない？履いてきますね、これ。マジックミラー号マジックミラー号って響きがいいよね。じゃあこれ履いてきます。はい、かっこいい、やば、やばくね、これマジでかっこいい、超かっこいいんですけど、かっこいいな、カタカナってやっぱかっこいいんだよな。はい、こういう感じなんですよ。どう？これいいね、マジでかっこいいわ。これいけすぎでしょ、いけてんのやっぱ。まあこうちょっと上げるとマジックミラー号って出るんですよ。いや、かっこよすぎでしょ。これあんまり履きたくないレベルで刺さってます今はい、次これね、黒履きます。いやー、いけてんな、マジでマジでいけてる、やば。このさ、黒ピンクってかっこいいよね、色の組み合わせとしても。で、ソソのさ、靴下って黒とか結構あるんですけど、あと森塩のやつもさ、
黒あるんですけど、あれゲットできてなくて、まだ白しかないんですよ。で、黒欲しいなと思ってて、これ黒変えたんで超嬉しい。めっちゃかっこよくね、あのファイヤーパターンみたいな。いや超かっこよくね、これぐらいさ、ちょっと見ててさ、いやいやいや、マジでかっこいい、超かっこいい。語る必要ないんだけど、ただただかっこいいかっこいいって言ってる動画です。でね、この黒と白をこうやって、いやいいですね、こういう感じです。はい、いかがだったでしょうか。いやマジでかっこいい。いやそうそう、かっこよすぎんだよな。で、ポップアップがですね、渋谷のマグネットっていう、まあ、商業施設でやってるんですけど、でそれの2日目に行ったんですよ。なんですよ、もうこれだけを買う、僕はこれだけを買うんだっていうミッションみたいな感じで行って、なんかね、なんかどこかで見たような、見たことがあるような方が、まあ、店頭に立っていて、でなんかあっちもね、なぜか気づいてくれて、でその時に、え、靴下の人ですよねって言われたんですよ、その人に。でその瞬間に僕も、あ、まさかと思ったら、この粗相をソックスソックスの作ってる明石さんっていう方がいらっしゃるんですけど、その方がですね、僕のことを認知してくれてて、で靴下の動画上げてくれましたよねって言ってくれたんですよ。すごくないですか。いや本当にすごい。いやそんなことが起こるとは思っていなかったから、いや本当にびっくりしてしまって、でその場でね、ちょっと光栄ですみたいな感じでいろいろお話とかさせてもらったりとか、まあこの靴下がめっちゃ好きなんですよとか、いろいろこうインタビュー記事とか見せたので、夢のような時間を過ごさせてもらってですね、でお目当てのものをね、明石さんから買わせていただいて、直接ね、動画撮っていいんですかって聞いたんですよ、明石さんに。そしたら、やってくださいっていうふうに正式にあの許可をいただきましたので、この動画を頑張ってあげたいと思うんですけど、もうマジでただニヤニヤとあの語彙力なく話してるっていう動画になってしまって、ちょっと申し訳ないんですけど、とりあえずね、もう本当に嬉しかったなっていう動画です。ちょっとこの次にね、あの僕がこの靴下を買って、明石さんからこの靴下を受け取る動画をですね、撮ってもらったので、ちょっとご覧ください。ありがとうございます。ただニヤニヤしてますよね。そんなね、素晴らしいことがありまして、でお目当ての靴下もめちゃくちゃイケてるし、買えたし、明石さんにも会えたし、ちゃんと好きですとかファンですとかちゃんと伝えられた一日を過ごしまして、今日なので、動画の撮影頑張ってるわけなんですけど全然ダメですねもしかしたら見てくれるかもしれないので、編集頑張りたいなと思うんですが、いやそういうこともあるんだなと思って、ちょっともっと頑張りたいなというふうに改めて思いました。ソックスソックスっていうアパレルのブランドなんですけど、めちゃくちゃかっこいいブランドで、ぜひ皆さんにもこの良さを知ってほしいなというふうに思います。ソックスソックスのポップアップは渋谷駅入れてスクランブル交差点を右手の方に行って、ある商業施設マグネットってとこでやってるんですけど、でそこの3階に、まあ、ポップアップの会場があって、そこで販売してます。でオンラインショップとかもあるんですけど、なんかね、やっぱ行ける人はぜひそこに行って、まあその雰囲気とか、まあやっぱ物をこう見てクオリティとか確かめた方がね、服好きな方はもちろんいいかなと思うので、行ける人はぜひ行ってほしいなと思います。あと1週間ぐらいはやってると思うので、ぜひこの動画を見て、あ、なんか良さそうなブランドだなとか面白そうなブランドだなっていう方はですね、ぜひ行ってほしいこれは何にも回し物でも何にもないんですけど、ただただその僕の粗相への愛ということで、ぜひ行ってほしい。でね、毎回粗相の動画を出すたびに言ってるんですけど、まあ僕も靴下作ってまして、いつかは粗相とコラボができるように頑張りたいと思います。まだまだですけどね。本日の動画以上です。インスタグラム、ツイッター、TikTok も最近始めましたので、ぜひそちらも合わせてチェックしてフォローをお願いいたします。少しでもこの動画気に入ってくれた方はチャンネル登録、高評価お願いいたします。さよなら。